FMV デスコ c o p o CE55TW DFMV は、富士通のパーソナルコンピュータの商標。1993年10月18日に発売。FMV の意味は、公式には、富士通の F、マイコンの M、DOS、V とビクトリーの V を取ったものとされる。異説として、富士通マルチメディアビジョンの略という説もある。富士通マルチメディアビジョンはもともと、 1991年に富士通が発表したマルチメディア構想の名称である。なお、2010年夏モデルからは、FMV の意味は、F ウジツ PC-M ティリアリザスイワ V シオンとなった。発売当初のキャッチコピーは、富士通の国際標準機 FMV。企画としては、p c a t 互換機相当で、従来の独自企画パソコンである、FMR。 FM タウンズと当初併売され、後に集約した。それまでのパソコンでの部品は、国産品が多かったが、FMV では部品を海外で安く調達して、組み上げる、または設計そのものを海外に委託する、という生産方法が取られた。なお、現在は一部のシリーズ、機種を除き、デスクトップモデルは、福島県達市にある富士通アイソテックノートブックモデルは、 島根県出雲市にある島根富士通で部品受け入れ検査、CPU や部品の組み込み、最終組み立て、出荷試験を行っているほか、ユーザーからの意見は、開発拠点となっている富士通川崎工場へ、フィードバックさせ、使いやすさの向上や信頼性の確立などのより良い、製品作りに生かされている。また、2011年9月からは高品質、高信頼をアピールするため、 国内で生産された機種を縦モデル、出雲モモデルとしてプロモーション展開を開始している。当初は企業向けデスクトップ PC としてインテル486、SX、デラックスといった当時の最先端 CPU を採用したラインナップを展開していたが、高機能化していく PC 用サウンドカードの市場動向、需要やマイクロソフト Windows 3.1が豊富な マルチメディア機能を搭載した OS となったこともあり、次第に FMV はコンシューマを意識したラインナップとなっていった。一例として限定モデル FMV-499D2SP では、デラックス4から 100MHz という当時の高速 CPU 搭載に加え当時8万円以上もした最速ビデオカードダイヤモンド社製、バイパーベルブを同梱する等ハイエンドを試行した。 FMV に先駆けて、ライバル NEC は PC-AT をも包み込む仕様と名打って PC-9821 シリーズを投入しており、日本独自仕様一式だった日本のコンシューマーパソコン市場は、コンパックの日本上陸の衝撃から確実に PC-AT 系ハードウェアと Windows 3.1搭載パソコンが標準となっていった。 そしてヒマニアの一般消費者に訴求するべく投入されたのが初心者にも優しくマルチメディアをキーワードに大量のプレイインストールソフトウェアをバンドルした初代 FMV デスコーパワーである。1995年の Windows95 の発売と共に大々的な低価格路線と販売構成を打ち出し、ついに富士通のパソコンシェアは NEC を抜いて悲願の1位となった。 しかし、大量に売れた、FMV-51D3、D4K ベースのデスコーパワーでは、PCI 機器の相性問題、プラグプレイ実装周りに問題があり、ユーザーからのクレームも多かった。PCI バスの拡張カードによっては、FMV の D3K だけ動作、保証外とされていたほどであった。また、あまりに値段を下げすぎたため、赤字となってしまい、その後は、 販売方法の見直しが行われた。ちなみに、当時の搭載フロッピーディスクドライブは NEC 製である。Windows 98が発売される頃までは、FMV でスコーパワーとビジネス向け FMV とでハードウェアデザインは共体、含めて共通化を行っていたが、ソニーのバイオシリーズによる p c a t 互換機市場への参戦等でユーザー志向の多様化や、 PC のデザイン性が売り上げへの重要なファクターとなり、次第にコンシューマ向けでスコーパワーは独自の筐体、デザインとなりビジネス向け FMV と分離される。一方のビジネス向けのデスクトップ PC ブランドは FMV デスクトップといい、次第にコンパクト筐体がメインとなりながらも、他メーカーはすでにやめてしまっているサービスコンセント付け電源を採用し続けるなど、 堅牢な企業向け PC として、現在もラインナップが展開されている。販売形態としては、パソコン初心者向けを意識したために、イメージキャラクターに、高倉健や木村拓也を起用したり、ワープロソフトや表計算ソフトなど、多くのアプリケーションソフトを、あらかじめインストールして販売される方式が取られ、その後の各社のパソコン販売形態の基本となった。かつては、 ワープロソフトと表計算ソフトの組み合わせを、1太郎ロータス1から2から3、オアシスロータス1から2から3、ワードエクセルから選べるのも大きな特徴であったが、マイクロソフトオフィス2000が発売される頃になると、FMV の大半は、マイクロソフトオフィスシリーズをプレインストールするようになり、2010年現在では、プレインストールされるワープロ表計算ソフトは、 マイクロソフトオフィス2010のみとなっている。現在ではハードウェアにも力を加えており、2005年夏シリーズでは業界初となる地上デジタル、BS デジタル、110度 CS デジタル放送の HD 解像度での視聴、録画32インチの液晶画面を搭載するなどデジタルテレビとしての方向性を強く打ち出したモデルも登場した。2006年秋冬モデルでは インテリアに調和するシンプルなデザインの真っ白なノート NF シリーズを発売。以後一番人気の商品となり、リブロの中核を担うシリーズとなっている。2007年春モデルでは、テレビにつないで使うという新しいコンセプトをもとに、FMV、テオシリーズを発売。また、6月にはコンバーチブル型 Windows Book では、世界最小としながら、クワーティ配列キーボードを装備した、 インテルウルトラモバイルプラットフォーム2007準拠のムプックルックス U を発売。発売当初は注文が殺到し、注文から到着まで最大2ヶ月近くかかる場合もあった。2008年夏モデルではソニーのバイオタイプ L、NEC のバレスター N に続く第3のボード PC、FMV デスコーパワー F シリーズが発表された。同年11月には、 高齢者など、主にパソコン操作に不慣れな方にターゲットを絞り、使いやすさにこだわった、FMV 楽々、パソコンを発売。2008年12月に発表された2009年春、モデルでは、タッチパネル式のサブディスプレイ、タッチスクエア、地上、BS110 度 CS デジタル対応テレビチューナー、水冷システムと3つの初搭載を取り入れた、大画面ノート、 FMVBibro NW シリーズが発表された。2009年夏モデルでは FMVBibro Lux M シリーズを発表し、ついにネットブック市場に進出した。Windows 7を搭載した2009年秋冬モデルでは Windows Touch 対応の12.1型、ワイド液晶を搭載したコンパクトホームノート FMVBibro MT シリーズ、ネットブックより高機能を求めるユーザーに向けた。 FMV ビブロルックス C シリーズ2009年度グッドデザイン賞受賞の12.1型ワイド液晶のビジネスモバイルノート FMV ビブロ R シリーズの3シリーズを新たに投入した。また FMV ラククパソコンも新モデルを発表し従来のノートブックタイプに加え Windows タッチ対応の FMV デスコーパワー F シリーズをベースにした。 デスクトップタイプを新たに設定した。Lifebook WA1M カスタムメイドモデル法人向けデスクトップは2005年4月発売モデルより、同社のグローバルブランドエスプリモを導入し、FMV エスプリモとした。2010年4月発売モデルからは、法人向けノートブックモデルと共に、FMV が取れ、デスクトップモデルはエスプリモ、ノートブックモデルはライフブックとなった。 また、個人向けモデルについても2010年夏モデルからデスクトップ PC の FMV デスコーパワーはエスプリモにノートブック PC の FMV ビブロはライフブックにそれぞれ改めシリーズ名称が刷新された。これにより日本国内でも個人向け、法人向けを問わずデスクトップはエスプリモ、ノートブックはライフブックに統一され、 FMV は個人向けパソコンに用いるブランド名となった。同時にエスプリモ FH に 3D 対応モデルが設定された。本モデルでは 2D 映像から 3D 映像への変換機能を備える。2010年冬モデルで新たにノートブックのライフブックアーにも 3D 対応モデルが設定された。 その後もシリーズの追加や入れ替えが行われており、2011年夏、モデルでは、ストレート PC とキーボードが融合した、ハイブリッドモーション PC である、ライフブック TH シリーズを、2012年夏、モデルでは、富士通製発のウルトラブックである、ライフブック UH シリーズを、2013年秋冬、モデルでは、ディスプレイに、チルト機能を備え、 タッチ操作がしやすい角度に調整できる一体型デスクトップモデルであるエスプリモ WH シリーズを追加。2014年春モデルでは既存のライフブック R シリーズの派生モデルとして60歳以上の大人世代に向け使いやすさだけでなくデザインにもこだわった新ブランドグラントを追加し一度シリーズが消滅していたライフブック TH シリーズはディスプレイが回転する コンバーチブルタイプのウルトラブックとしてラインナップに復活。2015年春モデルではコンパクトサイズのデスクトップ型 PC とタッチパネルを搭載したバッテリー内蔵ワイヤレス液晶ディスプレイの組み合わせとしたディスプレイ着脱式モデルライフブック GH シリーズを追加した。2016年秋冬モデルからはカスタムメイドモデルにおいて従前からのマイクロソフトオフィスに加え、 キングソフト製のキングソフトオフィスも選択可能となった。特に FMV ライフブック MC シリーズやこれの個人向けバージョンといえる FMV ビブロルックス S シリーズはモバイルの名機として名高い。これらを今も愛用している人も多い。また FMV ビブロライフブックシリーズにはキーボードに親指シフト配列を採用した機種が一部存在する。国内シェアにおいては 全体の5割以上を NEC と二分している。FMV には多種多様なアプリケーションがインストールされていることが多い。以下に2012年夏モデル現在の主なソフトを述べる。一般ユーザー向けの FMV は新しい機種が出るたびに CM が制作され放映されている。初期には高倉健が出演しており、その後は スマップの木村拓也や岸辺一徳が出演している。木村と岸辺のシリーズは長期間放送され、定着していた。エスプリモとライフブックに刷新した2010年夏、モデルから俳優の唐沢敏明と女優の柴崎幸を起用していたが、2012年夏モデルからは、同社のスマートフォンタブレット端末、アローズのイメージキャラクターでもある EXILE を新たに起用。 同年秋冬モデルから登場した新ブランド、フローラルキスには、E ガールズを起用した。なお、楽ラク,ラクパソコンについては、同社の楽ラク,ラク、本シリーズのイメージキャラクターである、大竹しのぶが、イメージキャラクターを務めている。富士通提供のテレビ朝日系列の世界の車窓からで、放映されることが多い。ありがとうございます。